西野水道への入り口西野水道は、滋賀県長浜市高槻町西野にある、横川の放水路である。近年までは、西野水道と、書籍等に記載される場合もあった。かつて、横川は、大雨の土に氾濫を起こし、流域の集落に、大きな被害をもたらし続けていた。特に、現在の長浜市高槻町、西野周辺はその集落の高低さゆえ、 反乱の土に、集落は、浸水、基金に悩まされた。その集落で育った層の西の恵み層が、これを打開するには、琵琶湖に放水路を作らなければならないと考え、1840年7月29日に、掘削し始めた。工事は、岩盤の硬さ、資金、落石事故などが原因で、難工事であったが、1845年9月1日に、完成した。 1950年に新たな水路が掘られ、1980年にはその南側に大規模な放水路が完成した。初代の水路は1984年に滋賀県指定史跡に指定されている。全部で3つある。初代西の水道は整備保全されており、見学することができる。入場料は無料で常時見学可能である。 現地には見学用の長靴、ヘルメット、懐中電灯が用意されているが、道内に照明が全くない。後に、商人の位。1778年から1849年。ありがとうございます。